さんこんにちは。本日は丹波市市議会議員の吉住剛さんにお話を伺います。吉住さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。暑なりましたね。暑なりましたね。はい、これほんまに今からこの昼間温度やと、これ夏にね、もうとんでもないことになりそうな気がするんですけど、大丈夫でしょうかね。本当ですね。もうなんかね、半導体が不足してるんで、はい、なんかエアコンもこの夏は本当に暑くなると、うん、もう品物がなくならへんかなっていうような心配もね、はい、業界では。ああ、そういうこっちゃ。はい、何でもかんでもその、ね、いろんなこの世界の経済が、ね、一つになってしまって、ね、はい、えらいこと起きてきますね。まあ、ですもうね、部品を頼むともう2ヶ月ぐらい部品が入ってこないとかね、はい、本当に、ね、確かにね、はい。まあ、それがまたね、いろんなところで波及効果がね、いろいろあるってね、まだ大変なんですけども、はい、はい。それではですね、丹波市の議会の方は今日からですか。はい、そうなんです。本日より6月定例会が始まりました。ということは、いつまでの予定なんですかね。6月のね、はい、カレンダー、あ、まあ、大体一月ぐらい。はい、そうです。はい、はい、まあ、ちょっと、ね、忙しいということで。あ、そうですね、はい、はい。それから、まあ、今日も早速いろんな案件。あ、そうです。はい、議案も、はい、まあ、職員の給与に関する条例の一部を改正いう部分であったり、はい、補正予算1号ということで、うん、今度また臨時特別給付金とか子育て世帯の生活支援特別給付金事業があるんですが、はい、まあ、そこの、まあ、承認案件もあって3つほどは、本日即決で、はい、採決をいたしました。ほう、これはもうあらかじめだいたい決まってたような。ね、はい、国からの予算であったり、はい、そういうことなんで、うんうん、まあ、全国的にやられている部分で、はい、いうことで、本日決めて、本日通って次の2号の補正っていうのがすぐにするために、うん、今日もう5月いっぱいで6月1日からいうことなんで、今日いうことで、はい、そういうことね。そんなもう議会早く始まってほしかったいう感じだったよね。ね、はい、それから、他にもね、いろいろと、案件が出てたようですが、ちょろっとかいつまんでいただいて。はい、そうですね、はい、今回は少し議案が少ないんではあるんですが、私有財産の無償貸し付けで旧志倉小学校の活用事業ということで、まあ、そこらは総務委員会さんへ付託してこれから、委員会で十分話をされるということです。はい、まあ、それと1号の、補正予算が本日可決しましたので、2号補正予算の第2号ということで、はい、特別会計と一般会計とか、これから委員会等で審議されます。うん、はい、なるほどね。まあ、いろいろとね、案件がね出てるかと思うんですけども、はい、市民生活に直接、まあ、関係あることがほとんどやとは思うんですけども、はい、やっぱりやっぱスムーズなやっぱりしないとまずいうのもだいぶあるんですかね。そうですね、やっぱりコロナ関係のいろんな、本日の分もそうです。去年にありました、臨時、特別給付金事業ということで非課税世帯の方とかに、出たんですが、うん、今年になってから、もう少し非課税に、なったという方なんかが追加で、はい、今年度も、もう一度、10万円とか、うん、で子ども1人当たり5万円の、給付金が出るというようなことです。はい、なるほどね。まあ、いろいろと、ね、もらえる方は本当にありがたいんですけどね。そうですね、本当に困っている方にはね、はい、一刻も早く、今日も、うん、質疑等で、いち早く、はい、お届けするにはどうしたらいう考えを持っとるかというようなことも質疑もありました。
なるほどね、はい。まあ、でもあの、ね、世間ではちょっとね間違って金額を振り込んだりとかそうですね最近ちょっと、ね、はい、もうありますけどもね、まあ、そんなことはないと思いますけども、はい、それから、いよいよコロナもぼちぼちということになってきようんですかね。そうですね、もう丹波市議会もこの2年、はい、行政視察ということで、議員自体が、会派であったり委員会であったりで、他の自治体へ行ってこういろんな勉強をすることはあるもう通常はあるんですが、うん、それも2年間自粛ということで丹波市としても受け入れを、ちょっとお断りをしとった状態なんですが、はい、いよいよ6月から一応、また新たなこう感染の、ね、波が来ない限りは再開しようかという流れになっています、うん、あ、ということは、丹波市でも受け入れるし、まあ、よそへも、まあ、見に行けるとこは、はい、まあ、そうです、どしどし、はい、ぼちぼちということに、はい、なったわけですね。ネットとかね、はい、オンラインとかで受け入れてもらえるところないですかっていうこともあったんですけど、なかなかそれもやっぱり職員さんの時間が、はい、あの制約されたりとか、まあ、いろんなことがあるんで、あの逆にそれをお願いをすると丹波市としても同じことは受け入れをせんなので、うん、はい、なかなかその、片っぽはして片っぽはしないっていうのことがあったあれなんで、うん、もう全国の自治体が比較的そろそろやっぱり指定関東ダメかなということで動きかけたんで、はいはい、少し、これからはそういうことで、あのもっと先進地のねいろんな事例をこう勉強しながら、うん、それを丹波市にこう活かせるように、ぜひとも、まあ、以前のように行政視察ができるようにということで、はい、はい、期待しております。なるほど、まあ、ぜひともねいろんな広い視野でね、そうですね、見ていただきたいのと、はい、まあ、市民の方ももう長いこと自粛してますからね。そうですよね、本当にもうこの2年間ね、はい、まあ、お祭りとかもね、だいぶこう今年はやろうっていうような機運が高まってるんで、うん、はい、はい、期待しております。ほんまですね、まあ、特にね子どもさんはこのやっぱりね、いろんなところへね家族と出かけたり、まあ学校の行事もねなくなったりして、ほんまにまあコロナが思い出にね、ほんまそうですね、ね、将来あんなマスクしてたんやとか言うて、本当ですね、笑い話で済むようにねなれば本当に良いと思いますね。はいね、まあほんまあの偉いね長いこと生きとってほんまびっくりするようなことが起きますからね、です。はい、まあね、そんなことなんですけども、今回の、まあ、議会の方始まったんですけども、はい、毎回、議員さんからの質問とかもね、はい、一般質問あるかと思うんですが、そうですね、はい、今回の予定はどのようになっているんでしょうか。6月は6月の7日で8日の2日間になります。はい、予定では3日間の予定だったんですが、全員で14名の議員が一般質問を行いますので、はい、まあ、7名7名ということで2日間でできるということで、うん、はい、まあ、3日目がちょっとまあなくなったという格好ですね。 あ、そうですか。はい、ほんなまあちょうど今日の番組から言うと来週、そうですね、はい、1週間後になりますね。はい、吉住さんの方も、はい、質問の予定はあったんでしょうか。はいはい、今回、ちょっと早めに出したつもりはなかったんですが、はい、一番のトップバッターということで、あ、はい、させていただきます。じゃあ来週来ていただいた方が良かったですねいやもう、はいはい、どんな内容をお考えなんでしょうか。はい、私はその、まあ、過疎祭を活用した加古川河川自動車専用道を計画して安全な通学路整備や河川公園ができないかということの、まあ、大きな1項目と、うん、もう一つが EBPM、 少しね聞き慣れない言葉なんですが、はい、エビデンスベースとポリシーメイキングということで、根拠に基づく政策立案という、まあ、ちょっと難しい言い方なんですが、うん、の推進の取り組みについてを、尋ねたいと思います。おー、まあ今までの政策も、まあ、当然ね思いつきでやっ
ってはるわけではないと思うんですけども、まあ、さらに根拠を、まあ、いろんなものを持ってこいということなんですか。そうですね、やっぱりそのいろんなデータ、何人来られるとかどういうニーズでここへ来られたかとかいうことをもう少し明確にして、はい、その狙っているところを的確にするようなことができないかというふうに思っています。はい、まあね、いろいろな計画するときには当然ね、いろんな資料を持ってこられてるとは思うんですけども、まあ、さらに、まあ、有効に利用してねということですかね。はい、まあ、1週間あと1週間ありますんで、はい、もう少しこう煮詰めて、はい、しっかり良い方向でね、はい、まあ、これが結局上手に、動くと、まあ、職員さんがこう自分で立案をして、で、まあ、市民の声とかそういうところにこう反映ができへんかなと、うんうん、まあ、そういう形で、まあ、丹波市の、ね、いろんなこう取り組みが、はい、少しこう輝くようなことにならないかというふうに思っております。うん、なるほど。一番 の、 その過疎祭、はい、これ過疎地に適用されるまあ、いや、まあ、補助金みたいなもの、まあ、そうですね、はい、を利用してこの、自転車専用道、今ね、加古川沿いは桜並木がずっとありますよね。そうですね、はい、うん、すごく魅力的なとこやと思うんです。はい、まあ、私も最初からこうサイクリング道の整備っていうようなことはずっとまあ、声を出してきたんですが、はい、まあ、兵庫県もね前向きにこうされてて、うんうん、丹波県民局もしっかり笹山とか丹波市内にいろんなルートで、はい、サイクリングのそういうルートはね看板もちょこちょこ見られた方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、そこからもう少しこう進んで丹波独自の、青垣地域であったり三南地域が過疎祭の対象地域になりましたんで、はい、少しこう丹波の独自な取り組みができへんかなというふうに感じています。うん、あ、確かにね、やっぱり全国にね、やっぱりこんなんやってんやって言われるようなもんがね、やっぱり欲しいですね。そうですね、まあ、どうせするならもう全員自転車で通勤通学しろと、はい、そっちに補助金出すからね、まあ、そうするとこのガソリンというかね CO2 の削減にもなるし健康にもなるし医療費も下がりそうな気しますけど ね、 やっぱり親子でね、はい、まあ、それこそ桜の綺麗な季節にね、はい、桜を見ながら親子で自転車が乗れるような、はい、まあ、風景が、まあ、どっかこう実現できたら非常に良いのような魅力的やなというふうに少し思ってます。吉住さんも自転車乗ってはるんじゃなかったんですかね。なかなかね、なかなか自転車買って頑張ってたんですけどね、なかなか、続いてないですか。腰も痛かったり膝も痛かったりなかなか、はい、たまには乗ってますが、はい、そうですか、はい、本日は丹波市市議会議員の吉住剛さんにお話を伺っております。吉住さんの方からリクエスト曲をねお聞きしておりますのでご紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、山下達郎で高気圧ガールをお願いします。はい、はい、本日は丹波市市議会議員の吉住剛さんにお話を伺っております。吉住さん、いろいろとね議会の方の、ね、情報もありがとうございます。先日行われてました市民との意見交換会はどんなやったんですか。はい、まあ、市内6カ所で、はい、1班と2班に分かれてそれぞれ3カ所ずつ、してそれ以外にオンラインで1つ、はい、市民プラザで1つで計8カ所を、うん、開催をしました。はい、はい、で私たちの2班やったんですが、はい、まあ、2班はちょっと参加は少なかったんですが、うん、非常に、まあ、少ない人数で濃い話がたくさん聞けたと思います。はい、はい、まあ確かにね人数が少ない方がいろんな意見をじっくりそうですね、はい
でまたいろんな人も来てはると思うんで、今まで、ね、聞けなかったような話も聞けたんですか？そうですね、今回、まあ市民プラザであったら、たまたま、ゆめタウンに来られてた方に、はい、今こんなことしてるんですよって言って声をかけられ、かけさせていただいたら、はい、あほんなちょっと話いいんですかと言われて来られた方であったり、はい、ほうほう、貝原であったら、うん、ものすごく熱い、男女共同参画についてちょっと語りたいという方が来られたり、で春日ではもうすごく自治会の、世帯数が減ってるから、はい、もう限界集落に近いから言うて、うん、話したい言って来られたりして、すごくなんかすごく濃い、まあ、最近去年もなかったんで、うんうん、オンラインでしか開催してませんので、はい、久しぶりの対面でのそういう意見交換やったんで、ほうほう、すごく刺激的ないろんなご意見をいただきました。まあ、確かにね、コロナで対面で話するってことがなかったので、うん、そうですね、まあ、いろんな人と話す機会がだいぶ減ってますよね。そうですね、アンケートもして、うん、これはいただいた意見とかアンケートも全部各担当の議員が表にすべて落とし込んで、うん、はい、でしてるんですけど、やっぱアンケートの中も、書かれてたのが良かったと、その対面で話ができて良かったとい う, お、う率直な感想じゃないかなというふうに感じました。いや、まあ確かに市民の側からしてもね、丹波市の議員さんってどんなんやろうってね、思ってらっしゃる方も ね、はい、あるやろうし、まあ議員の方からするとと、まあ、いろんなね、それこそ一般質問の良いネタ探しでもね、うん、はい、そうですね、はい、あるかとは思いますし、やっぱり普段見慣れてる自分の住んでるところは分かりますけど、うん、ちょっと離れたほんまにすぐ近くやけど、そんなあったんってやっぱり目から鱗ありますね。うん、そうですね、今回その急にこう来ていただいた方なんかは、はい、その移住をこう、うん、希望されてて、もう10年ぐらい丹波にこう週末通われてる方やったんです、たまたま、で、まあ、こんな話聞いていいんですか、うん、好きなこと言うていいんですかって言って来られたんですけど、すごくその丹波愛あふれる話をね、はい、聞かせていただいて、はい、もう本当いいとこですよねって、うん、もうこんないいとこなんでみんなもっと来ないんやろっていう、すごく熱く語っていただいて、いろいろとね、住んでるところのこういうことが悩みですとか、そういうこともいろいろお聞きはしたんですけど、はい、もうその丹波が非常に良いとこやから、もう来るたびに発見があると言って、うん、非常に嬉しい話を聞かせていただきました。ねえ、ずっと住んでるもんからするとちょっと意外に思えますよね。そうですね、本当そうですね、もうなんかそこまでこう褒められると逆に照れちゃうか、リップサービスなのかなって思うぐらい、いや本当に空気も綺麗し、水も美味しいし、でもなんかもうベタ褒めでしたされたんで、すごく嬉しかったです。いや、でもそういったその熱烈なファンがね、丹波へ移住してくれるっていうのは本当にありがたいですよね。うん、そうですね、本当にね、なんかもともと来られた理由もなんか自分の口に入れるものを自分で作りたいっていうような発想で言われてたんで、はい、うん、はい、本当にまあそういう条件で言うと丹波の魅力ですね、うん、丹波らしさっていうのを、まあ作っていくのはやっぱりその部分もすごく大事なんやなというふうに感じました。ほんまやね、やっぱりそれって反対にね、いてるものからするとすごい気づきになりますよね。うん、本当そうですね、はいはい、それから吉住さん、息子が帰ってきたんですか？はい、帰ってこいよって帰ってきました。いや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 、それでも言うたから帰ってくるもんじゃではないですね、ないと思うんですけど、はい、まあ、よかったです。まあ、いよいよ少し、ね、子供もみんな社会人になりましたんで、はい、やっと少し肩の荷が軽くなりました。はい、ということは今はお母ちゃんと息子と、はい、息子は2人おりまして、はい、3人おるんですけど、まあ、長男は結婚して出ておりますので、はい、次男と三男、うん、で次男はこの間結婚しましたんで、今5人で住んでおります。あ、ほなまあ
賑やかになりましたね。賑やかですね。電気代も高くつきます。まあでもそれって本当に嬉しい悲鳴の方ですね。あ、そうですね、はい、ね、はい、ね、もう年寄りだけで住んでる家が増えてきてる方からすると羨ましく見えるでしょうね、うん、はい、いやね、はい、あのふるさとは遠くにありてっていうじゃないですかあのなかなか一緒に暮らしているといろんなことありますが、まあ、楽しいです。そうやね、はいはい、やっぱり、ね、一緒にいられない人から取ると羨ましいし、一緒にいてると毎日顔合わせて喧嘩ばっかりのこともねありますけどもね、はい、それからなんかまた、プラスアルファの家族が増えたんですか。そうなんです、はい、少し知り合いの方の飼われてた、まあ、ケヅメリクガメっていうカメなんですが、はい、それが少し飼えなくなったんで、はい、引き取ってもらえないかということで、まあ、うちの子供がすごく爬虫類が好きなんで、うん、喜んでなんか預かりますと言ってもらってきたんですが、はい、甲羅が50センチぐらいある。どうやあ、そう、なかなかの大食感で、いやでもそんなでかいのせやけど、動物園でしか見たことないけど、丹波市内に買ってある人いてるんですか。多分ね、ひょっとしたらたくさんもなくっても何件かあるかもしれないんですけど、はい、なんかあのね、近くの小学校の子どもたちにも、はい、なんかあの来たら、まあ、手でこうあのいろんな葉っぱ食べますんで、うん、まあ、子どもたちに声かけたら楽しみで見てほしい、見たいっていう子もいるのかなっていう、そんな話も時々、はい、しています。確かに認定こども園とかね、うん、小さいお子さん喜ぶかもしれないですね、かもしれんし、はい、怖がるかもそうですね。でもいっぺん試しにちょっと出前授業じゃないけど、まあですね、ね、行ったら面白いと思いますね、はい、いやそれ結構その広い場所いるんですか。いやもうなんかね、はい、柵をこうしたような、はい、犬みたいに飛び越えたりはしないんで、うん、ーはーはー、低い柵でこう囲ったような門の中にうろうろしています散歩とかはそんな犬猫とは違うんですかね。けどね、なかなか賢くって、例えば扉がこう開いてたりすると、あ、鍵かけ忘れということですか。あのね、はい、塔が開いてるのを認識して、その塔の開いてるところへ行くんです。で勝手に出て行ったりね、よく見えています。ほんで袋に、餌をこう入れて近づくと、はい、もう慌てて走ってではないですけど小走りで寄ってきます。あらまあいや、じゃあってことはやっぱりよく目見えてると思いますね、見えてるんやね、はい、なんか前の飼われてた方は名前呼んだら来ますよと、よ、はい、言ってました。いや、じゃあちょっと、いや、ほんまですかって感じですけど、はい、いやーでも何歳ぐらいなんですか今今ね、また十何歳ぐらいやと思うんですけど、はい、あとなんか 4,50 年生きるそうなんで、いや、吉住さんより長生きじゃございません。私より多分長生きになると思います。ちょっとこの話も聞きたいんですけどね、はい、お時間の方が来てしまったようです、はい、本日は丹波市市議会議員の吉住剛さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。